jury prize goes to Mr. Fukada Koji for Harmonium.中学3年の時にある2本の映画を立て続けに見たんですね、夜に。1本はマルセル・カルネっていう監督の天井さじきの人々っていうもう戦前の映画ですね、とビクトル・エリセっていう監督のミツバチのささやきっていう映画を見て、本当にすごい衝撃を受けて、それまで文学作品とかでその読んで感じていた作家の強烈な世界観に触れる体験というものが映画でもできるっていうことを初めて知ったのがその時で、それからもうひたすら見るようになりましたね。小学校の時から何かものを作りたいっていうのはすごい関心が強かったんですけど、映画監督は集団創作だし人とのコミュニケーションは全く自信がなかったので、最初から選択肢になかったんですね。と思っていたのが大学2年目の時に渋谷のユーロスペースっていう映画館で映画を見に行ったら、映画美学校っていう映画学校のチラシがあって、その時でも初めて映画って自分で作ることができるんだって、それでじゃあまずその映画美学校に入ってみようっていうところから始まった感じですね。あれ作ったのはまだ25の時だったんですね。当時のちょうど友人の監督から、なんか東映アニメーションが静止画を紙芝居みたいに見せていくような表現でなんか企画を探しているらしいから、一緒に持ち込まないかっていうことを誘われて、持ち込んだのがザクラシキって企画なんですね。画家として中学からの美術部の同級生だった岡田君に声をかけて一緒にやろうっていうことになって、企画の取っかかりとして原作ものにしよう。その当時静止画でできそうで、単純に自分が好きな映像化したいなっていう作品がバルザックのザグラシキだったんですね。でそれで企画書を持っていったらなんかうまいこと通っちゃって、去年フランスでも実は DVD の発売が始まってバルザックの本国で受けてます。ミツバチのささやきとかを見た時と同じ近い衝撃だったと思うんですけど、それまで見ていた演劇とは全く違うものがここにあるっていうふうに思ったんですね。日常で僕たちが会話をしているかのように舞台の上でみんなが喋っていて、で誰もその自分の気持ちを叫んだりしないし、でも見ていると、あこの人は今悲しいのかもしれないなとか想像できるように作られているというのが結構衝撃的だったんですね。この体験って自分が好きな映画、例えばそのエリック・ロメールだったりでもやってることは同じなんですよね。でもそれをその当時最も洗練された形でその現代の日本語でやっているのが多分劇団青年団だったというふうに思ったので入っていったっていう感じですね。やっぱり青年団の演劇の面白さはただ単純にナチュラルっていうだけではなくて、そこの会話のなされている気持ちの交換であったりとかがリアルなので、まるでやっぱりそれをそこの場にいるような錯覚になるし、その青年団の舞台を見て外に出ると図書館とか行ってもまるで演劇みたいに見えてくるっていうことがやっぱり青年団の演劇見てると起こるので、ある意味ほとりの作子はそれを自分なりに分かりやすく実践してみた作品ですね。その映画というのはプロパガンダに使われる、それだけすごい人の心をつかむ力がある強いその表現だと思うんですね。で自分のメッセージを伝えるものに表現を使ってしまうことの危険性、正しいメッセージを発してるからそれでいいんだっていうことではなくて、どうやったらそれに対処できるのか、そのできるだけ見る人の想像力の中で完結するものにするっていうことだと思うんですね。お客さんに想像してもらうためにはその余白が必要なんですね。その時間であったり、あるいはその物語であったり、そこら辺の想像力との綱引きをいかにうまくやるかっていうことだと思っていて、だからその余白の周囲をなるべく緻密に描き込んでいくっていう作業だと思っていて、それは人間関係であったり、そのまさにモチーフとかテーマだったり、でそれは点を打つような作業だと思っていて、点をうまく打っていくことでそのお客さんが自動的にその点と点を結んで、まあ、星座じゃないですけど星座みたいに形を作ってくれる、なるべくその点を結びやすいように点を打つっていうことが大事だと思っています。